作業着は、ダンガリーの典型的な用途であり、第二次世界大戦中の練習機 T-6、敵さんを撮影した、この写真でも、整備士たちが、ダンガリー生地の作業着を着用している。ダンガリーは、ヒンディ語のダングリに由来し、英語では1605年、ないし1615年から使われている、歴史的な用語で、荒く、厚手に4つ量であや折りされた木綿の布を刺し、 多くの場合は青く染められている。インディゴで染色した木綿の糸をあや織りにしたものは、今日では一般的にデニムとかブルーデニムと呼ばれる。ダンガリーという言葉はおそらく現代のムンバイ近郊の造船所に近い呪落、ドングリに由来するものであろうと考えられている。アメリカ英語ではこの記事から頑丈に仕立てられた作業着のズボンのことを、またイギリス英語では 素材となる生地の種類を問わず、胸当て付きのオーバーオールのことをカジュアルウェアとしてであれ、実用的な作業着としてであれ、ダンガリーと称する。1891年当時、作家ラドヤード・キップリングは、複数形のドンゴロスという形で、何らかの服装について言及していたが、布地を指して、この表現を用いている場合もある。 ダンガリーは抗議のデニムの解分類とされることもあり、その場合は最も一般的な青いデニムのことを指す。典型的なものは縦糸だけが伝統的な染料であるインディゴであらかじめ染色されており、横糸は染めていない白色を用い、独特の淡い風合いの生地となる。この競技のダンガリーと対照的とされる競技のデニムは、 逆に縦糸の方が染められていないものを指すとされるが、両者の対比については、両者が、あ織りの糸使いにおいて対照的であるとするところは、一致しているものの、縦糸と横糸を全く逆に入れ替えた説明がされる、こともある。その場合、縦糸より、横糸が細いとも説明されることがある。なお、講義のデニムには、いずれの糸も染められていないもの。 折り上げてから布を染めるものなども含まれる。また、デニムは3つ両ないし4つ、あやのあや折りの場合もある。伝統的なダンガリーが、どのようなツイルのタイプであったかは、はっきりしていない。競技のダンガリーは、競技のデニムに比べて薄手で軽い風合いとなるため、今日では、競技ではダンガリーではないデニム生地でも、薄手で軽いものをダンガリーとして扱うことが多い。アメリカ合衆国では、 1820年代後半にエスボン・サンフォードがロードアイランド州ノース・キングスタウンのシェイディリーに工場を建てて、モメント羊毛のコンボによるツイルを製造し、ケンタッキー寺院と称したが、これは現代のヘシアンクロスとダンガリーを掛け合わせたようなものであったとされている。ありがとうございます。